人生は変えられる石井隆です。今回は中学2年生のための1分間勉強法ということで、中学2年生が勉強して人生を変えるための方法をお伝えしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画であなたが得られる未来、それは勉強法を知って勉強面で無敵の人生を送るという未来です。勉強法を知って人生を変えるための動画になっていますので、中学2年生以外の方にもためになる動画になっています。まずは結論からいきましょう。中学2年生で人生を変えるための3つのポイント。その1、勉強を始める前に勉強法をマスターするということです。いきなり勉強を始めちゃう人がいるんですけれども、その前に勉強法を知ってから勉強をスタートさせた方が効率がいいに決まってるじゃないですか。最初に勉強法をマスターしましょう。その2、中学3年生の範囲まで終わらせるということです。中学2年生の時に中学3年生の全範囲を置いておけば中3でとても楽になります。その3、中2のうちに志望校を決めておくということです。中学3年になってから志望校を決めようっていう人がいるんですが、そうじゃなくて中学2年の段階でもう行きたい高校は決めておいた方が絶対にいいです。中3になってから志望校対策、中2の時に学力を上げる、これが一番いいと思ってるんです。次に、この動画はどんな人にとって有益なのかというと、公立中学校に通っていて高校受験をするという中学2年生、最短最速で成績を上げる方法を知りたいという中学生、人生を変えたいという全ての方、中学生、高校生から大人の方まで楽しめる動画になっています。なぜかというと、僕が公立中学に通っていて高校受験をものすごく頑張ったからです。どうすれば高校受験で人生が変わるのか研究していたんですね。中学1年で成功する人生を送るという決断をする、そして中学2年で一気に勉強して成績を上げてしまう、この流れが一番いいと思っています。なので中学2年生の時の僕の勉強法の話を知るっていうのは、中学2年生の方だけじゃなくて勉強法を求める全ての方にとって有益なんじゃないかなと思っています。なぜ今回中学2年生のための1分間勉強法を話すのかというと、中学2年生の時に一気に成績を上げて固めていってほしいからなんですね。中学1年で成功する人生を送ると決める、中学2年生で一気に成績を上げて高い偏差値のまま固めていく、そして中学3年生で志望校に向けた対策をしていく、これが一番スムーズな中学時代の過ごし方です。今は中高一貫校に通っているっていう方も多いと思うんですけれども、僕は公立中学で高校受験をしたので、今回はその話をしていきたいと思います。でこちらの1分間勉強法の本なんですけれども、中学2年の方は親御さんが買って子供に手渡すというケースがとても多いです。ちなみにこちらの1分間勉強法高校受験編というのは、ロザン宇治原さんが帯を書いていただいているという本にもなっています。この1分間高校受験英単語という本も中学2年で手に取るという方がとても多いようです。あと受験まで1年ちょっとしかないな、うちの子どうしようかなと思った時に僕の本を買うという親御さんが多いらしいです。中学1年2年の時には新しい勉強法をマスターしておくのがとてもいいと思っています。では人生を変える3つのポイント、具体的に一つ一つ見ていきましょう。1、勉強を始める前に勉強法をマスターしておくということです。木を切るのに8時間時間を与えられたら、6時間は斧を研ぐことに時間を費やすだろうとアメリカ大統領のエイブラハム・リンカーンも言っています。ほとんどの人はいきなり勉強を始めます。でもそれより前にどうしたら効率的に勉強できるのか、それを考えた方がいいと思いませんか。目の前に自転車があるからといっていきなり乗らなくても、もうちょっと他を見れば新幹線があるかもしれないじゃないですか。だったらいきなり自転車に乗るんじゃなくて、新幹線を探す時間を作った方がいいと思うんです。特にどんな勉強法をマスターしていただきたいかというと、もちろん1分間勉強法なんですけれども、この極意というのは何かというと、瞬間記憶をマスターするということなんですね。中学1年2年の時に1分間高校受験英単語を読んで、1単語1秒目で見て覚える訓練をしてください。小学校の時は書いて覚えるというのが当たり前でした。もちろん小学校の時は僕も書いて覚えた方がいいと思います。なぜならばまだ字も汚いですし、漢字もうまく書けない時期だからですね。いっぱい手を動かして覚えた方がいい、それが小学校時代なんです。でも中学校に入ったらもう漢字はある程度読めるじゃないですか。だったら目で見て覚えた方が絶対にいいんですよね。瞬間記憶を中学校1年生中学校2年生でマスターしてしまえば、その後はもう目で見たものが全部覚えられるようになっていくので、勉強が最速でできるようになる。高校受験に出る英単語であれば中学2年の時に全てを終えておく、このくらいで普通です。英文法を瞬間記憶で覚えていくということは、穴埋め問題で重要なところだけを瞬間記憶で覚えていくことができるということなんです。瞬間記憶のトレーニングで一番いいのは英単語です。1単語1秒目で見て覚える、これが一番瞬間記憶にはいいんですね。中学1年2年の時に瞬間記憶という勉強法をマスターしてしまえば、中学3年生になってから勉強がものすごくはかどるんですね。なのでいきなり勉強をスタートさせるんじゃなくて、勉強を始める前に勉強法をマスターしておく、これが中学2年の時にやるべきことなんです。
その2、中学3年生の範囲まで終わらせるということです。中学2年なんだから中3の範囲なんてわかるはずがないと思ってる人がいるんですが、ダメです。中学3年生のところまで全部やってしまいましょう。これは頭の良し悪しではないんです。ただやるかどうかなんです。どういうやり方がおすすめなのかというと、数学で言えば問1だけやるんです。全部の単元で問1だけをやっていく。そうすると12単元あったら12問だけで終わるんですよ。そして問1が終わったら今度は問2だけ12問やっていく。その次に問3だけ12問やっていくっていう風にすると、新しい単元に対するアレルギーがなくなっていくので最速で勉強ができるようになるんです。特に中学2年生の時におすすめなのは数学をやることです。数学はもう全範囲やってしまいましょう。数学って一番時間がかかるんです、1問やるのにね。だから時間がある中学2年の時にやっておくと、中学3年になったら歴史ものみたいな暗記ものを中心にやっていかなきゃいけないじゃないですか。だから時間がかかって忘れにくい数学、そして英語も中学2年までにやっておくのがいいでしょう。2年のうちに3年の範囲までやるなんて無理だと思ってるかもしれません。もちろん今のあなたには無理なんですけれども、1分間勉強法をマスターしてしまったらどうでしょうか。1単語1秒だったりとか瞬間記憶の勉強法なんです。それだったら最速で中3の範囲までできると思いませんか。ただあなたは勉強法を知らない、だから中3の範囲まで終わっていない、ただそれだけが原因だということに気づいてください。その3、中2のうちに志望校を決めておくということです。偏差値が高い人が偏差値が高い高校に合格すると思っている人がいます。違います、そうではありません。志望校対策ができている人がその志望校に合格できるというだけなんですね。偏差値が高いことと志望校に合格するっていうのは完全な相関関係があるわけではないんです。志望校対策をした人が志望校に受かることができるんですね。偏差値70の高校には受かるけれども偏差値60の高校には落ちるという人もいるんですよ。それは志望校対策をしていなければそういう事態が起きます。逆に言えばあなたが志望校対策さえしていれば偏差値70の高校に受かることもできるようになるんです。そのために必要なのは志望校との相性なんです。あなたが英語が得意だという場合は英語の問題が難しい高校の方が他の人はできないわけですから差をつけることができます。あなたが数学が苦手なのであれば数学が優しい志望校の方が受かりやすいです。なぜかというとできる人とできない人の差が小さくて済むからです。こうやって自分の行きたい志望校はどこなのか、そこと自分の学力の相性はどうなのか、それを考えていくことが重要なんです。文化祭も時間がある中学2年生の時に行っておいた方がいいでしょう。偏差値が上がったら志望校を上げようという人がいます。ダメです。行きたいところがあるならそこに行くために対策をしていくというのが正しいんです。とはいえいきなり中学3年生になって志望校対策だけをやっても基礎ができていないと合格することができないので、中学2年生の時はとにかく学力を上げることが重要です。そして中学3年生になってから志望校対策をしていく、そのためにも中学2年生の時に志望校だけは決めておいた方がいいんじゃないかなと思っています。体は1つしかないので3校受かっても1校しか行けないんです。早稲田と慶応に受かってもどちらにしか行けないんですよ。だったら今のうちに志望校を決めておきましょう。第二志望を決めるのは中学3年になってからでも大丈夫です。第一志望に関しては中学2年生の時にもう決めてしまいましょう。第一志望はじゃあどうやって決めたらいいのかというと、憧れている高校に行くということです。憧れが力を生むという言葉があります。これは元東進ハイスクールの古文の講師の荻野綾子先生が言っていた言葉です。僕は東進ハイスクールの荻野綾子先生のファンでサインをもらったことがあるんですけれども、そのサインに憧れが力を生む荻野綾子っていうふうに書いてもらいました。志望校に憧れていればその分勉強をやろうというモチベーションが生まれてくるんですね。本当に憧れが力を生むんです。今回は中学2年生のための1分間勉強法ということで人生を変える3つのポイントをお伝えしました。1、勉強を始める前に勉強法をマスターする。2、中学3年生の範囲まで終わらせる。3、中2のうちに志望校を決めておくということをお伝えしました。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。